いやそんなに運んでないっぽい今は中央かもしんないけどそもそもジャンプショーキックを決めたところが画面端にあの背を向けてる状態じゃなかったからわり <laughs> かし中央よりも若干その相手よりかなみたいな感じのところで決めてたからそんなにねあの大幅に運んでるわけじゃないねこれ。 運んでないということは画面端も近いということなのでそう1回転 K の話半分も運んでねえだろまあ頭おかしいんか目腐っとるんか,か,か最初のジャンプショー K の場所見ろよう,うんだからまあ結局有利フレームをまあ置き攻めできないまでもちゃんと取って画面端に 画面中央から見て相手の方が端に近ければメリットだと思いますけどね多分俺の予想ではまあ俺の予想ねこれは俺の予想ではまあその画面があるじゃないですか全体ここが画面端端 1P 側の画面端で 2P 側の画面端ってなっててさっき言ってここら辺から決めて駒投げ決めてたんですよでお互い これぐらいになっっててましたって状態だったのそれは中央戻ってるよねだってそもそもね画面挟ん背負ってる状態でジャンプ将棋決めてるわけじゃないからだからじゃあこれ仮にここで決めますってなった時、まあ、どういう演出になるかわかんないよ入れ替わってこれの可能性もあるわけですでここまでいかないまでもこれの可能性もあるわけです別に強くない <laughs> しかもちょっとまあ置き詰めできないまでも有利フレームまあ技も重ねらんないけど有利フレームでは一応あります別に良くない <laughs> まあ完全に画面端で決める状況なんてまああんまないんだけどね言うて言うてないから画面端で完全に決める状況ってドミッチャクの暴れだったりとかそうねえー、っとめくりからめくりから決めますとかそんな感じだと思うんですけど まあでもその正直言ってまあこれ使うことはそんなないと思います正直言って本当だほら分かったでしょ改めて見てみるとそうでしょ今回橋めくりないあそうなんだだったらそんなに決める状況ないと思うけどねまあだからまあぶっちゃけこれはそんな使う機会ないと思いますけどまあ一応その上げ足取りぐらい,ぐらいになっちゃいますがけど別に画面中央に運んでるわけではないですまあっていうのが まあ若干やっぱり、そのね、根本さん側に立つ結果になってしまいましたけど、まあ俺の意見はこんな感じです。俺はそう思いますね。うん。まあ俺はそう思いますよ。まあでもトータル全て、あれですよ。まあ一個だけ。一個だけ。全部なかったことでもいいですよ。全部ぶっちゃけどうだっていい。だけど一つだけ。 ドライブラッシュ中パンから小投げのタクだけはやめてください。それは本当にまずいですよ。それだけのこと。愉快なストリームしてますね。話は聞かせてもらいましたよ、孫さん <laughs> 僕は何も間違ったこと言っていない。僕は何も間違ったこと言ってないです。僕は何も間違ったことは言ってない。何かありますかありますかないでしょ全然。円ん蹴りに関しては、 楽しそうだななっってあなたは思った思でしょそれは教えてください素直にまあ新技だからね確かにね楽しそうって思うのはあるかもしれないだけどえちょっと待ってこれ撹拌なかったらやばない思ったでしょだからこれ視点が違えばえこれ撹拌なかったらやばないなんですよ相手視点だと同じ文章でも全然感情が違うんですね そこに関しては開幕円錐ゲリっすだろほらほらそうやんまずこの攪拌があるかどうか調べるでしょ可能性感じちゃってるよねだって俺が残疑使だったらそうだもんよかったーまだあんた人間だったか <laughs> あのエあの円錐ゲリ見てマリーザのコパンがスカってんの見て 心踊るアンコールワーカースターンスターンスターンレディゴーしてたんだろなあしてたんだろふふふ。<laughs> <laughs> ああ、よかったまだ。あんたまだ人間でよかったよ。ここでもまあ当たり前じゃないみたいなそのすまし顔してたらちょっと僕もね、僕もちょっと出るとこ出るって感じでしたけどそこで心踊ってるんだったらまあいいですよ全然。しょうがないっす。うん。いやー。まあとはいえね、ソーシックス。 正直、まあどうなることが分かりませんけれども、体験版やらねえとなまあまずはね、それから、ゲーム性がまだ分かんないんで、ゲーム性まだ分かんないんでね、正直まだ、なんとも言えないっす。いっぱいプレイしてみて、どうかなと、思ってます。ちょいちょい怪しさあったけど、言うて孫さんにまあまあ同意っすよ。まあ俺ちょっと言葉強いんでね。 ちょっとストリームってこともあって、ちょっと言葉強めになりましたけど、そんななんかひどいことは言ってないっすよ。そんなひどいことは言ってないです。よかったです。板橋さんがまだ人の心を持ってくれて。中立なので僕は。あの、第三者目線です。ちょっと言葉がね、強くなってしまいますまあまあ僕も一応その、過去にね、ザンギエフにいろんなことをやられた経験がありますのでね、まあそれこそね、あの、ヤン使ってた時なんてもうすごかったですよ、本当に。あの、マジでハゲるかと思った。 でも誰よりも小間投げキャラに向き合ってた。ねで。そういう経験もありました。だからその時の記憶がね、ちょっとね、また蘇ってしまったっていうのありますよね。残ギの小間投げを見るたびに、やんで壊し壊し壊しと刻んでて、間に EX 小間投げで、EX 小間投げっていうか、あの小間投げで割り込まれたこと,ことを、なんかフラッシュバックするんですよ。まあ、正直言って、あのスト4の時の残ギは俺サガとト使ってたのでどうだっていいです。ただ、その、 引退者はいっぱい産んでましたけど俺サガト使ってたんで <laughs> 体に受けた傷じゃないとやっぱりちょっとなかなか人間覚えられないいやーでも面白かったねなかなかまあ根本さんやっぱりちょっとあれですね正直言って正常な判断は下せてないです根本さんは。 まあ板橋さんはやっぱその突発的だったからこそ少し言葉足らずにはなってしまいましたけれどもまあ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 ,まあでもあの同意してくれてるのであれば全然ね OK かなと思いますあの根本さんはちょっと過剰残疑がちょっと憎すぎてその過剰にいっばその牽制してしまってるよねもしこうだったらどうなの もしこうだったらどうなのもしこううだっったら終わっちゃゃんじゃないのそうちょっとねだからその何だろうね新しい学校行く時にもしいじめられたらどうしようだとか先生が怖かったらどうしようだとかね学校の授業がねついていけなかったらどうしようだとかまだ始まってもないのにその概要だけ見て想像しちゃうタイプ。 まあ不安に思う気持ちは分からんでもない。だから今までその学校でね、だからいじめられたとか、先生が厳しかったとか、そういう経験があったからこそ、ね。あったからこそそういうふうに思ってしまうんだけども、でもそれは出てみないとわからないというのが一応実情です。かもしれない運転がちょっと過剰ではある。でもそのちょっと心に傷を負ってますので、過剰ではあるなとは思った。そのフラットの立場から見て。まあフラットです。きっと。 僕は。